カルビン・ジョン・イル・ドーレットは、アメリカ合衆国アヨア州リングン、シーガー・ラピッツ出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウ現在は、MLB のカンザスシテロイヤルズの投手コーチを務める。1989年の MLB ドラフト一巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、プロ入り。1991年9月24日に、メジャーデビュー。 翌1992年には7月15日に昇格すると速球と鋭いカーブを武器に球団記録となる10連勝を含む11勝を挙げ新人王投票ではアメリカンリーグ4位にランクインしたまたトップスルーキーオールスターチームに選ばれた翌1993年にはリーグ最多の36先発258イニングに投げ16勝を挙げた その後、2桁勝利は1994年、1997年、シカゴホワイトソックスへ移籍した2000年に記録している。2002年は故障の影響で、どの球団にも所属せず、プレイしなかった。翌2003年は、セントルイスカージナルスと契約し、リリーフとして復活した。2005年を最後に引退した。引退後は、大学野球の評論家、 カージナルスの GM 補佐を務めた。2018年からはカンザスシティロイヤルズで投手コーチを務めている。ありがとうございます。